大きな作品はよく見ると歩いている人になっていて、どこかに向かっています。でこれはパンデミックの時に家から出られない時に動きたいけど動けないっていう葛藤であったりとか、今後どこに向かおうかなっていうのを考えたのが制作のきっかけになってます。回転の軸が体の中心になっていて1回転で1歩という構成になってます。なので、全方向に向かって踏み出している歩いているっていうような、構成になってます。12個の箱型の小さな作品の中にはこれまで訪れた海外の交差点を歩く人々が入っています。常にいろいろなことが、起こる時代だとは思うんですが、その中で人々はどこに向かっていくのか、今どこを歩いているのか、そういったことを題材に今回は制作をしました。で向かう先っていうのは自分で決められるっていう選択肢があるんじゃないかなというふうに思ってます。